さあ続いてはクマさんですね。あ、クマさん、アレックスですね。はい、以前だいぶ前に東大生確かいらっしゃったことありますね、はい、さあしっかりした動きをするアレックだと聞き及んでおります。ここは唐草通して、さあかち上げで剣を叩き落とす感じ、投げて小判唐草しっかり飛んで、剣が痛い、やべえ、チェスト2回は当たらなかったか。さあジュリアンの動きが止まらない、ここは出てしまった。さあブロってからフラッチョ、膝 EX フラッチョ、コパンで潰して、さあジュリアンがちょっと焦ってきたか、一気に取り返して着地にパワーボムを逆に置いておく、ここ投げ張れよ、通して壊し、恐ろしい壊しからのチェスト、飛んでましたかね今。さあ攻めの勢いを押し込んだのはジュリアンの方、第2ラウンドはダッシュグラップして、さあエルボー2発入る、画面端で置き攻めは唐草からの唐草、これどっかで見たことあるんだけどね俺もどっかで見たことありますねこれね。さあコパンから、ここはスタンジ9番のまま EX エルボーで追い返して、ドロップでちょっと安いか、壊し大下ろしはバックステム回避、じゃあストップ、下ろし EX 下ろし強すぎ、今うまいですね、強すぎる、着地に EX おろしで畑落としたから、畑落としましたよ。さあジュリアンが現在3連勝かな、3連勝ですね。さあ迎え撃つはジャディオさん、ジャディオさん名前の通りにジョジョ勢です、ジョジョ勢ですね。さあしかしコンボがしっかりしているユリアンなので、うまいんでね、うまいんですよ。そろそろこれジュリアン分からせてほしい、ね、今ナチュラルにバックステヘッドとかしましたからね。しかしこの位置でブロラルで唐草からのトサナミ、ちょっと吹き上げ早いが壊しチェストでピヨってしまう。おお、ジュリアンがジャンプ台形からコンボ決めてますね多分あれ練習してますよ練習しましたか、前できなかったから。さあしっかりとフォローも効いてるジュリアン、タッチ盤壊し EX ソロシまでガードして剣で叩く、ああここはヘッドから投げを通してタックル当たる。さあコパンまで当たったが次の大タックルがずっと出なかった、出し投げ、さあブロって肘、これは距離的にはガーフに行けない距離なのでタックル4発を選択、いいよあれ。さあトサナミをはたき落として、マジで、あトサナミ読みですかね、出し投げはくぐれないのでトサナミ読みの可能性が高いです。一点読みだよねあれね投げてとんでもない勝ち方で、さあ今の EX 引き上げはヘッド読みでしたね、うん、ヘッド読みでね、はい、そこはガードして、さあ体力半分割れたユリアンがあるがまだ全然チャンス、バックジャンプでかわしてからさあさあトサナミ、ここは剣でピヨってしまう、しっかりスタンコンボですよ富山さん。いやね、スタンコンボ俺より上手いんだけど、はい、ダッシュタッチ中盤、ダッシュタッチ中盤、大パン PA とかしましたよ俺。あんなのやんないんだけど見たことないもん俺、見たことない、初めて見たおー、わけーのっつってそろそろやで、いい加減にしろよと。出てきたのはゾネックス、はい、さあ、先ほどからも今日もアレクがちょこちょこいるような感じですね。今日はすぐアレク多いね、アレクも誠もいますね、うん、ここは唐草から大パン EX で、この大パンが入ってしまってスタンチがとんでもないことになるんですが、やる、一度さばいて EX エルボーが一発だけ当たる、ブロって投げてガップ、カラクサをバックして EX で触って、さあ持続当て中パンなのでブロってもなんもないですねあれあれやばいね、おわ今マジ有利フレームほとんどなかったんじゃないの今ね、お互い動き出しが一緒だったもん今、やることなかったね今どんだけ持続長いんだあの技さあジュリアンの勢いが止まらない、ちょっと待ってゾネさんそろそろこれ分からせないとやばいよ。さあいい加減にしろとばかりにガラシー、唐草ちょっと遠い、うめえなんかさあしっかりキャンセルから押し込んで行くぜよ詐欺、はい、しかしスイジャンからコンボ決めて、ここは
出し投げ取る。さあレク側はもう無理をしない立ち回りになっているか。投げて、ここはジャンプ大パンスかしパワーボム。あれ見えねえんだよな、あれな。いや慣れるまで見えませんね本当に。さあ最終ラウンドはお互いゲージがほぼマックス、1本使ったものの、さああのフラチョが怖いが、さあ誠のダッシュをしっかりとがめる。体力的にはほぼ五分だが、ここで唐草が通って EX 大パン。さあしかし飛びから押し返しているドネックス、逃げジャンプ体型が強い、体型強いな、めちゃくちゃな当たり方したな今。さあスイジャンで使っても当然強い、相手もゲージあるからな、分かんない。 EX ジェスト、あのエクサー、再びスイジャンからレイドで決めて、そしてセットプレーの裏手スタンプやるよ、しょうがない、お見事。さあここで登場は、拡散ヒーローですね。拡散ですか、拡散ですね、はい、拡散も確か奈良勢なんですよね、あ元奈良勢ですよね、確かね、そっか、じゃあ今今日久しぶりにこっちに来て、顔を合わせたみたいな、あーなるほどなるほどなるほど、おっぺけさんと拡散はもともと同じゲーセンでやってたみたいで、そうですね、で拡散は仕事でこっちに来たのかな、そうですね、うん、ポイントポイントで、ね、そう、カクさんちょっと前からっていう感じ、まあちょっとってももう半年ぐらいいるのかな、そうなんですが、元は奈良勢ということで、うん、奈良じゃないですよ、奈良勢ですよ。大切な、そんなにか、富に、え、そんなにか、いやね、やれるときにやっとかないとさ、ダメ、エイジス消したらダメってこと、え、うん、ダメ、甘えない、甘えない、はい、甘えちゃダメ、はい、やられる前にやれ、気をつけよう本当にこれ、はい。さあ画面の方は賀来さん先制しているが、さあムーンで回す、ボディと勝ち合い相打ちで、さすがにボディープレスの方が強い、ブロッテムーン。さあ賀来さんにも月は見えていて出ているのか、タッチバック打って、さあエアニーでしっかり切り返す、徳田さんパクられたネタ、はい、あの子が来ないのが悪いんですよ、徳田さんのネタをパクっていく、はい、さあしかし EX ライアントまで決めて、これパスかしらできる、お見事りょうちんさん、続いてはりょうちんさんですよ、りょうちんさん来てくれました、本当に久々に東大戦いらっしゃってもらいくれました、りょうちんさんですね、レジェンド勢来ました、そして勝った賀来さんはレミーが当たるということになってしまいます、はい、これ結構きついんですよね、確かこれ SA はあのいっぱいソニックのやつなんですね、そうですね、あれをガードしても距離が離れて半角が何にもないっていう、で対空に打つとほぼ完全対空になるっていう、サマーじゃねえんだこれ、そうですね、こういうフンヌの方をよく見ます、へえ、さあしかし一度画面端に行けばというところですが、画面制圧能力は完全にレミーの方が上です、それを我慢して我慢して Q5 が一撃をねじ込むという構図になるんでしょうか、ここは大パンからのサマー、しかしムーンで切り返す、一度距離を詰めて下がる、両方戻って裏に行ってしまうが、ミートパス、さあ画面端、シュートよ、マジで画面見えてますね、画面見え、見えてるのか見てないのか、どっちかはこの際問いません、取ったら正義です、さあ第2ラウンド当たれば勝ちってやつです、さあ両方戻って、これはお見事、ギガスブリーカー一気に8割ゲット、すかしまーす、レジェンドが、さあわやさみさんの顔が切れてる、4回ぐらいかな、何色でくるんだ、あーっと、エバラ早おカラーですこれ、あ、そうか、早おカラーですね、おそらくエバラヒューゴーじゃねえじゃん、はい、ここは早おさんなんだ、ノバーです、さあエバラさんではなく、バーサスでも結構珍しいですよ、はい、このヒーローの対決、お互いガラジャックからムーンばっかりなんですけど、これさあしかし壊しハンマー、ここは浮いていた、さあ逆にタクルムーン回してるさあてか画面が肉で半分埋まってるんですけど、これ肉で埋まってますさあパーフェクト、
3回入りましたよ。ハンドファーム3回入んの。さあ、さっきは何せですか、シムーン。普段と違う色だな、切れ味はいつも以上、マイナス B。俺の色を使うんじゃねえって切れてますね、これ。さあ、わさびさんのそもそも同キャラ戦というのほとんど見たことがないです。確かに。はい。ヒューの同キャラというのも見たことがありませんし。これガチでプロレスっぽいですね、これ。プロレスっぽいですね、お互いハンマーですね、これは。さあ、ボディプレス。拾って。さあ、パームが届いて、ハンマー回ってピアッティング。ここは、パームからシュートで、残り投げ1回分ぐらいが。パームガード。危ねえ、ワンチャン締める、怖い。さあ、まだあるのか、ヘッドバットのタイプ。ボディからの裏からコパン。さあ、お互いしっかり取り返しつつ、最終ラウンド。いいね、これ、すげえいい勝負、はい。完全にいい勝負です、これは。詳しい。これ、カクさん、結構、ヒューゴー戦得意なのかな。やれる環境があるんですかね。あんまりね。さあ、そうか。関西には強いヒューゴーいっぱいいますからね。そうですね。なるほど。はい。さあ、カラジャンからムーンで、登れば。ボディー、ハンマー、ウイ、ここはパームで浮いてましたね。ただ、逃げないパン。あの大パン強いよね。強いですね、ここ、しかし、ちょっとずつ押し込んでくれ、ワイヤスリー。ハンマーパラシって、置き攻めがボディー当たって、さあ、2ループ目から、ここ1回下がっていく。やべえ、これ。さあ、ハンマーパラされたら切り返されますね、あのセットプレイは。一回下がって、ヘッドブロッティング。パーム、パーム、そしてピエー、俺の色パイセンが出てくる。さあ、色にこだわる YSB。 あの、50円出すから、色を変えさせてくれと言ってクニが一回殺しました。クニがこれ勝ったらもう切れますよね、みんな。いい加減にしろと。さあ、ここで色までこだわりを見せて、その分しっかり力が発揮できるのか YSB。 しかし相手はタンクトップ勢としての第一人者、そして電人の連打も第一人者でしょう。クニ、ここは電人綺麗にジャンプでハンマーマウンテン。さあ、クニ、さあ、クニ流、本日もタンクトップです。ジャンクニードバンダム。ジャンクニードバンダムです。なぜか、温まる手、上着を脱ぐと、下にはタンクトップを着ているという。そして、ここは投げ落として、我慢し。電人ゲージはまだだが、頼むで。だけ。そして黙って、ボディーが当たる。ハンマーマウンテン。安いよ。さあ、大きい攻めは、ここは画面端をキープのような状況になっている。さあ、国側、投げたい。距離を離すか投げたい。しかし、YSB パンスがそれを許さない。あれさあ、投げ通して。さあ、天神が早い。ここはしっかり2段、竜巻まで出ている。バナオがリバサだって何か言えばわかんだよ。って切れてます。そうですね、ハンマー、リバサでハンマーが出ると、はい、あれ貫通して抜けますので、はい、そこでじゃんけんでしたね。さあ、ここはクニが再びゲージを貯めれるかどうか。 ESB 側のゲージはほぼこれで満タン。あ、さあ、パームでしっかり確認。大きい攻めが、ここはグラップ。そしてまた画面走ってミートはきちんとジャンプ、逃げジャンプ、 EX ラリアット。しかしハンマー漏れてしまう。パーマの先、さあ電流が出る、寄らないが、わーすごいキャラスティッター、グラップ。さあ、最後まで根性あったらクリアだった。 YSB とは何だったのか、はい、色を変えたのに。さあ、ベナマさん、はい、久しぶりに杉山さんが帰ってきました。みんな杉山さんだよ。はい、先日、まあ、マニアック戦に出ておりましたが、本当に久しぶりに、東大戦に来ていただきました杉山さんです。はい。さあ、しかし相手はタンクトップのクニードさんなんですが、クニードマンダム今切れてるからね。ここはエリフがしっかりガード。さあ、ブランクを感じさせない動きを出せるかどうか。バックステから中足竜巻、天神ハモゲン、ジャンプ3段でいいヘリをしている。ヘリすぎ。
さあ杉山さん頑張っていただきたい。相手チームだけどここはちょっと頑張っていただきたい。コパンで止めて投げを通す。タッチパンが道着には本当に有効なんですが、ここは投げられて、さあジャックトルブロってガードしている。さあ半角ないんですよね、結構マイナスフレームが少ないので。中足入ります、入ります、はい。中足ビタだそうで、確かになかなか難しそうですね。さあダッシュだけ意地、小足からバイパーになっている。さあここで距離を離して、さあデンジからのエルク竜巻で暴れて投げ浮かせる。バナオがハイバカいただきました。さあバナオからバナオがバカと相手チーム煽っていく。クニが出てくるとバナオも出てくるみたいな、そんな大体ワンセットで最近出てきますね、うん、はい。さあしかしここはあジャンプ読んでアッパー。さあデンジエレクはちょっと拾えないか、投げをすかしてバイパードリルでピアりましたね今。これ強いなやっぱ。さあお見事、ブランクを感じさせない。次重ねお願い、重ね重ね頼む。さあここで登場です。はいはい、笠ね登場です。さあ笠さんエレナ、はい、本日は奈良勢、大阪勢かな、大阪勢の大阪勢、ね、はい、遠征勢がいらしておりまして、はい、さあその中の一人です笠さん。しかしこの杉山さん相手にどう引くか。さあピヨっている、おっと、おっ、さあブロックあるか、投げが2回ある。さあ小足からスピンサイズ、あーさああの中継からというところですが、前風呂じゃなくてガードから投げられる。さっきでも野時代でね、まあ、一周しか見てないんですけど、はいはい、勝ってましたからね重ねは。ほう、はい、なるほど。もしかしたら苦手なのかもしれない。結構結構ネクロエレナ終わってるらしいので、終わってるんだ、めんどくさいらしいです。終わってるんだ、はい、ネクロが相当渋いらしいんですが、ここは中盤ブレイブ決めて、さあ一度仕切り直しの形か。さあネクロが攻めていく、ローキック中パン TC、 ここはあラウンドアーチも関係なかった。大変、レクが決まって大変。さあここで登場は大変ユリアンですね。本日の東西線の提供は吉野節光さんの提供でお送りしていきたいと思います。じゃあこの杉山さんとはどんな感じなんだろう。まあでもタムさんとね太平はやってると思うんで、ネクロは割といけるんじゃないかなと思うんですが、相手は杉山さんということでスタートしてくる。おお、太平さん最近コンボが高くなりました。いいよ、音をしっかりシャットして。やべ、誰も歌がわかんねえ。トキちゃんがいないとダメだ。さあ大変、ぐるぐるオーガードして、あー3、4、5、6、いてえじゃんあれ。ユリアンの体力が半分減りましたよ。はい、あああれで大変、音をしっかり、あーここで杉山さんを倒す大変。大将バナオさん、今週もですね、今週もバナオさんが大将で登場。こっちはもうあれですよ、いっぱいいますよ。太平さん入れたらもう6人ですね。バナオさんが 6立てしないといけないというかなり厳しい状態ですが、
おーっと、タックルをブロって。おっ、ナイス。まあここで、あと1個なんだけど、頑張れ。おーっ、投げを返して、こっから、盾を出していく。もう1個張れ、そうだ。あるよー、はい。音をしっかりシャットして、炎も熱もシャットアウト。おっ、タックル投げて、一番、お出し投げをグラップ。上スピアは、なる。おぉ、からの、さあどうする、出前張り、手前張り、うまい。当たるか、わー、抜けた、うまく竜巻で抜けていく。おぉ、2位で抜けていく。さあここからどうする、大変は、ワンチャン、ワンチャンあるで、大変、いいよ。あー、やばい、これ結構いい勝負してますね。2チャンネルの2大巨頭の対決ですね。あー、また抜けられるか、おっと拾った、だがゲージがちょっと足りないが、こっから、おっと大変はうまく抜けていく。お、肘よ、あー、いっと、お、マジか、ワンちゃん、怖い、ナイスガード、おー、あー、大平さん、カス、大平さん、初めて東西戦締めれた、おい初めて締めれたよ、おい、なんかバナを連行してる、バナを連行してます、終わったから、バナ終わったから、終わったから、バナ終わったから、ただのカスでしたね、ただのカス、さあ皆さん